牛川の都線、牛川の都線は、愛知県と橋市の牛川町と大村町の間に、あると川の両岸を結ぶと橋市への渡し船で、ある。牛川の渡しとも呼ばれる。市道牛川町、大村町244号線の一部を構成しており、無料で乗船することができる。船体両側に配置された座席側の上空に張られた。 ワイヤーロープこの都線に関する古文書は存在せず、期限は不明であるが、835年頃の平安時代からあったものと考えられている。都線には自転車も乗せることができるため、通勤、通学の利用があるほか、豊川をめぐる観光客にも利用されている。全国的にも珍しい手漕ぎ総線となっている。現在、使用されている船舶は1997年に、 就航した二代目、千切り丸である。船名は、建材同士をつなぎ止めるための部品である、千切りに由来している。この、千切りは、旧吉田藩の団結の意味合いがあり、船体には、旧吉田藩の馬印が施されている。この図案は、豊橋市の師匠でもある。道都船の上空には、 金属製のワイヤーロープが豊川両岸から張られており、船はこのロープの滑車を通じて結ばれている。海へ下る水流と上流に向けて吹く、風の強さのバランスを滑車を通じて利用し、竹竿で川底を押しながらの操船を容易にしており、多少の増水でも下流に流されることはない。なお、現時点での道交路は牛川西部、土地区画整理事業に伴う工事の影響で、 2015年10月28日以降仮航路となっており、本来の航路は現在地から約450メートルほど上流の位置にある。運行員詰め所呼び出し音用の金属灯と運行時間と豊川石田水位観測所における水位が1メートル超となった時強風注意報、洪水注意報等の警報が発令されると安全。 運行上首相となる天候の時乗船場所の推移が、著しく低い時間帯その他、運行上危険が予想される時豊川の水面に移ると線、ちぎり丸。ありがとうございます。